戦略防衛構想のロゴ戦略防衛構想とはアメリカ合衆国がかつて構想した軍事計画、通称スターウォーズ計画。衛星軌道上にミサイル衛星やレーザー衛星、早期警戒衛星などを配備、それらと地上の迎撃システムが連携して敵国の大陸間弾道弾を核飛翔段階で迎撃、撃墜し、アメリカ合衆国本土への被害を 最小限に止めることを目的にした。通称は、これらの兵器を用いることが、スペースオペラバリであるとして、アメリカ映画、スター・ウォーズになぞらえられたもの。1980年代、核の均衡は、相互拡張破壊に基づいていたが、アメリカ合衆国大統領、ロナルド・レーガンはこれを良しとしなかった。レーガンは、 1983年3月23日夜の演説でソ連の脅威を強調するとともにアメリカや同盟国に届く前にミサイルを迎撃し核兵器を時代遅れにする手段の開発を呼びかけ翌3月24日に開発を命じた SDI 演説の用紙は以下の通りである演説の内容はアメリカ国防総省公館にさえ前日まで知らされていなかったと言われる 内外を驚かせた SDI 演説だったが、決して思いつきで行われたものではなかった。演説以前から陸海、空産軍では、それぞれ独自にレーザー兵器の研究を進めており、一部の議員からもレーザー兵器などによる領土到達前の迎撃システムが提案され、公式レポートや勧告書も作成されていた。1981年には、スペースシャトル、 コロンビア号の打ち上げにも成功。80年代末には年間25から40回前後の打ち上げを実現できると見込まれており、宇宙兵器の配備にも目処が立っていた。演説の中にも織り込まれていたように基礎的な技術についてはすでに確立しつつあった。SDI 演説はそれまで個別に進められていた、研究を統合、推進し、一気に実用化、実践配備を目指すという、 いわば、決意表明であり、当時としては、十分に賞賛あっての宣言だった。核兵器による、破壊の恐怖ではなく、核兵器を無力とすることで、恒久的な平和を実現するという構想は、ある意味高い理想に満ちたものだったが、当初から技術的な問題、資金的な問題、宇宙空間の軍事利用に関する法的、倫理的な問題、 現状の核抑止を不安定にする危険などが指摘された。それでも国防総省や核軍をはじめ様々な方面から提案がなされ、研究、開発が進められた結果、いくつかは具体的な成果を上げるに至った。しかし、レーガン自身が予言したように、研究はやがて困難に直面する。見込みのある、あるいは敵が保有し得る兵器、技術のすべてに投資する姿勢は、 開発費の膨張を招き、個別の研究も技術的困難などから停滞し始める。実戦配備の目処が立たない中、ソ連のゴルバチョフ政権誕生をきっかけとした緊張緩和と軍縮路線が加速。SDI 構想は次第に存在意義を失い、冷戦終結と相前後して自然消滅に近い形で中止された。以後のミサイル防衛は湾岸戦争を受けて、 ソ連の協力も得ながら迎撃の対象と希望を絞り込んだジョージ・ H.W. ブッシュ政権下のグップルズ、さらにビル・クリントン政権下では TMD と NMD へと移行していくこととなる。1986年9月9日、日本政府は戦略防衛構想の研究への参加方針を通告するとともに、方針の内容を記した当時外相である倉成氏の書簡を 当時米国防長官のキャスパー・ワインバーガー、当時国務次官のマイケル・アマ・コストに手渡した。探知実験衛星デルタスターの打ち上げレース衛星、いわゆるミラー衛星の実験機ブースと段階捜索、追跡システム、宇宙空間捜索、追跡システムなどからなる。マーブが展開する前の敵国上空での探知が求められた。エアイントは、戦意ミサイル防衛計画の一部で、 フライヤーを発展させたものとされた。フライヤーは小型のレーダー誘導ミサイルでミサイルを撃墜する実験であり、現在のミサイル防衛にもつながる。フライヤーは1987年にランスミサイルの撃墜に成功している。エアインとは固体燃料を用い、フライヤーよりも高速で飛翔するとされた。ホエは直径4メートルの網によってミサイルを迎撃するというもの。開発は 陸軍が担当し、1983年から1984年にかけて4回実験が行われた。最初の3回はセンサーや誘導装置に問題があったために失敗し、最後の1回だけが成功した。エリスはロッキード社によって開発が行われ、1990年代初頭に2回実験された。しかしながらそれ以降の開発はされていない。 この計画の成果は、戦意機候高度防衛ミサイルや、地上配備中間機動防衛に活用された。初期には、核爆発を動力源とする X 線レーザーによるミサイル迎撃が検討された。これは人工衛星から発射されるもので、通常のレーザーと仕組みは同じであるが、エネルギー源が原子爆弾であるという点で非常に開発が困難であった。 1983年に最初の実験が行われているが、核爆発によって景気が破壊されて、数値を得ることができなかったため開発が断念された。核動力の実用化には失敗したが自由、電子レーザーなど、X 線レーザーそのものは、現在各方面で利用されており、SDI 構想もその発展に貢献している。化学レーザーは、 海軍と空軍主導で開発が進められた。海軍は SDI 構想以前から艦船に搭載する近接防御兵器としてレーザー兵器を独自に研究していた。これはシーライト計画と呼ばれており、まず出力0.4メガワットの負活重水素レーザー、ベースラインデータレーザーを完成させ、百七十九年には対戦車ミサイル b g m 十一等の 撃墜に成功。続いて、出力2.2メガワットの実用プロトタイプミラクルの製作に入る。1980年に完成。1981年には出力試験も終えたが予算のカットなどもあり、追跡、照準システムも含めた全システムが完成したのは SDI 構想後の1984年だった。開発早々の1985年には、 タイタンミサイルのブースターを破壊することに成功している。空軍の科学レーザーはトライアットと呼ばれており、SDI 構想以前から研究されていた唯一の宇宙用レーザーとして知られている。レーザーの発信装置、目標の追跡、補足装置、収束ミラーの3要素から成り立つため、空軍から DARPA に研究が移管された際、トライアットと名付けられた。 高度600から 1200km の軌道上に配置する出力 5MW、射程 5000km のレーザー衛星の開発を目指していた。また、これらの構想とは別に波長が長く大気圏での減衰が少ない点を活かして地上設備から発射し、軌道上のミラー衛星で反射させて目標に命中させる方法も研究された。化学レーザーは、 波長の長い中赤外線のレーザー光を発信するため、大直径の収束ミラーが必要である。しかし、薬剤の化学反応だけでレーザー光を発信できるので、強力な一次電源が必要なく、出力と比して、システム全体は小型化できる。そのため、軍用、宇宙用レーザーとして本命視されており、研究も最も進展していた。テルや AL-1 など、 SDI 後のレーザー兵器もすべて化学レーザーであり、ミラクルは SDI 構想中止後も断続的に研究が続けられ、対衛星攻撃や砲弾迎撃実験に供されたと言われる。非可電粒子船は1989年にロケット搭載型が実際に放射実験を行っている。実験は成功し、予想通りの運動を確認することができたが、 宇宙空間では予想外の副作用も確認された。キネティックエネルギーウェポン。従来の火薬から高性能爆薬、あるいはレールガンを含む各種電磁投射法などが想定された。旧の標的実験民技画像は7グラムの合成樹脂性弾丸の加速に圧着ガスを用いたものであるが、最大初速で約秒速7キロメートルにも達し、 アルミニウムのブロックに衝突して運動エネルギーの一部は熱に変換され、このような衝突根となった。空気中ではあまりに軽い弾丸は空気抵抗にもより急速に減速してしまうことから、火薬を使う重機でも一定の重さを持つ弾丸か、あるいは空気抵抗の少ない形状をしているのが一般的であるが、空気のない宇宙空間では問題なく、 発射から衝突までの運動エネルギーは保持されるため、高速で飛行する核ミサイルを迎撃しやすいよう、もっぱら発射速度だけが重視された。この他にも人工衛星から大量の微細なスペースデブリを放出させ、散弾銃のように広範囲に弾丸を発射、対象となる人工衛星や核ミサイルとの交差軌道を取らせることで破壊するアイデアもあった。 SDI 構想に対しては敵対するソ連のみならず、アメリカ国内からも多くの反対意見が寄せられた。天文学者、カール・セーガンは、地球のみならず、宇宙までをも破壊しようとする狂気の沙汰と厳しく非難。科学者グループだけでなく、元国防総省幹部などからも批判が上がった。しかし、結果的に SDI は、政治、外交面では一定の成果を収めた。 SDI が実現すれば、核戦略において、アメリカの一方的な優位が成立するため、ソ連は、アメリカが、核戦争を計画している兆候だと考え、東西の緊張が高まった。しかし当時のソ連には、すでに対抗して、軍拡競争に応じる体力が残されておらず、ソ連共産党初期長、ユーリアンドロポフ、あるいは、初期のミハイル・ゴルバチョフ政権は、外交的手腕によって、 事態を打開しようとした。アンドロポフは、アメリカトレーガンへの避難を強めるとともに、当時ソ連側が先行していたキラー衛星をはじめと、する衛星攻撃兵器の放棄と引き換えに、宇宙配備型 ABM やスペースシャトルの軍事利用の禁止などを提案。ゴルバチョフも1985年のジュネーブ会談、1986年の レイキャビク会談での軍縮交渉により SDI の阻止を試みた。これらの平和構成は衛星攻撃兵器開発の事実上の凍結など一定の成果も上げたもののアメリカに SDI 構想を放棄させるまでには至らなかった。結局ソ連は軍閣路線を放棄1987年の中距離核戦力全廃条約を皮切りに軍縮へと大きくシフトする。 SDI が最終的に冷戦終結、ひいてはそれに続くソビエト連邦の崩壊をもたらしたとの見方は少なくない。おそらく当初の意図とは異なる形であったものの SDI 演説に述べられていた通り SDI は人類の歴史の流れを変えたと言える。ただし SDI 構想のみに限ったことではないが、レーガン政権下での軍拡政策がアメリカにも 双子の赤字に代表される連邦政府の財政面での大きな痛手をもたらしたことも事実である。技術面、軍事面でも SDI は当初から批判にさらされてきた。例えばトライアットの場合直径5メートルの収束ミラーを持つ出力後メガワットの化学レーザーを高度1200キロメートルの上空に24機配備することで 約200機の敵 ICBM の迎撃を目指していた。これだけでも大掛かりだが、ごく単純な対抗手段、例えばミサイル表面を磨いて、レーザーを反射する、グリースなどを塗ることで、レーザーの熱を拡散する、レーザーが一箇所に集中しないようミサイルをゆっくり回転させる、といった方法で簡単に無力化してしまうことが危惧されていた。これに対しては、より大型。 大出力のレーザーや高エネルギーのレーザーを断続的に発射するパルスレーザーの開発で対抗しうるとされていたが、それは同時に技術的なハードルがさらに増すことを意味していた。トライアットに限らず多大な費用と手間をかけて高度な迎撃システムを構築しても、より安価で単純な対抗策で無力化するという懸念は SDI 構想に常につきまとっていた。 衛星軌道上への配備にも問題があった。当時、トライアットのような大型の衛星を大量に衛星軌道に運搬する手段はスペースシャトルしかなかったが、1986年のチャレンジャー号爆発事故によってシャトルの打ち上げは2年間中断。ミッション再開後も様々な問題から打ち上げ回数は回復せず、目標の2五から40回には遠く及ばなかった。 バンデンバーグ空軍基地からの打ち上げも中止され、軍事衛星には不可欠な極機道への投入も難しくなった。スペースシャトルの挫折とともに SDI 構想も行き詰まったと言える。さらに SDI の各種兵器の実験には数々の不正が行われていたと言われている。不正は例えばセンサーや追跡システムの能力不足などから目標の追跡失敗が 相次ぐとダミーの標的にセンサーが探知、捕捉しやすいように赤外線をより多く発するよう採掘するといった形で行われた。当初はこれらの不正はソ連側に開発が順調に進んでいると見せかけ、牽制するプロパガンダのために行われていたが、後にそれは予算獲得や研究の継続のために成果を捏造するといった内向きの理屈にすり替わっていった。 SDI で得られた成果のいくつかは、例えば後のテルやエールマイナス1に活かされることとなり、全くの無駄に終わったとは言えない。一方、これらの新世代の兵器においても、未だ実践に耐えるレベルには、ほど遠いという意見もある。ありがとうございます。